東塚古墳は大阪府堺市西区浜寺元町にある古墳。形状は豊墳。大阪府指定史跡に指定されている。内部構造の横穴式石室が近畿地方最古クラスのものとして知られている。出土品東京国立博物館展示。墳球の規模、形状は一辺45メートル、高さ4メートル、三段築成と推定される豊墳である。 明治末に洞窟されており、その時出土した遺物の和具、玉類は地主が所有しており、また、遺物の一部は東京国立博物館にもあるという。1958年に後期古墳研究会により発掘調査が行われており、横穴式石室と2カ所の木管自家層の埋葬主体が検出されている。横穴式石室は洞窟により大きく破壊され、 基底部しか残存していなかったが、長さ2.4メートル、幅2.2メートルの原質に、長さ0.5メートル、幅0.9メートルの沿道がつくものであった。石室は、安山岩の扁平な割石を急角度に持ち送って、積まれるなど、縦穴式石室と類似した方法で築かれ、機内の横穴式石室の初原的形態を知ることができる。また調査では、 副装品として、鉱玉製マガ玉、ガラス製マガ玉、丸玉、小玉、泡玉、刀剣、炭鉱、鬼神鉄調理にあぶみ、靴は、混同製アンカナグなどが出土した。また、木管自家層の埋葬主体からは、宝角八乳鏡とくらい、イタリ参考が出土している。出土異物などから、東塚古墳の横穴式石室は、 近畿地方最古の五世紀中頃のものと推定される。その後の調査で、墳丘西側部分を確認し、集合跡部分から、円筒埴庭や縦型埴庭が出土している。ありがとうございます。